はい、皆さんこんにちは。チャンネルダットの時間です。大樹です。サクです。チンです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、池袋に来てますよ皆さん。おはようです。はい、で今日はね、撮影許可をいただいて、お店紹介ですね。はい、池袋の、ジャテンさんですね。ジャテンさん、鉄板焼き屋さんです。こちら、はい、鉄板焼き屋さんに来ました。はい、今日はねランチの紹介。はい、僕一回ね、昔 2,3 年前に、ま、女性とですね一緒に、あ、僕のね地元の知り合いの方がすごくここで働いてたこともあって、すごい予約してくださってね、いい思い出が、すごい楽しい思い出が、シャンパンまでおごちそうになっちゃって、いい思い出があるんですけども、はい、今日はこのジャケンさんでランチを食べていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、店内入ってきました。こういう感じで鉄板で焼いてくださる店なんですよ。さくちゃんどうですか。ちんちゃん、いいでしょ。鉄板焼きっていうだけでね、もうワクワクしちゃいますね。メニューもこういう感じでおしゃれ。はい、とりあえずね、いろいろ調べたんですけど、はい、今日はですね、セットをね食べたいなと。あとコースもあるんで、はい、コースを一人、どっちがコース食べる？コース。ちんちゃん行くか。ちんちゃんたまには、ちんちゃんまたちょっとぼっちのグルメ取ってもらうようだから、ちんちゃんコースな、食べようか、コースね。いいですか？いいですよ。やった。でさくちゃんはじゃあランチセット。はい。じゃあちんちゃん自分で頼んでください。はい特選黒毛和牛ハンバーグコース。はい。さくちゃんは。はい。トリプルランチセットのトリプルセット、はい、じゃあ俺本日のムリエルと野菜焼きセットでお願いします。はい、あと飲み物いい？ビールとかいいんですか？はい、生ビールじゃ、なんだっけ、なんとかほのかってなかったっけ。白ほのか、うん、それ飲みたいです。じゃあそれを2つ、はい、あとは、あ、じゃあすいません、僕もそれで結構です。あ、じゃあ3つお願いします。はい、ハンバーグコースとトリプルセットとムニエルとお野菜のはい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと楽しみに待ちましょう。いや、はい、はい、ちんたろさん、はい、サラダ来たんで、これコースのサラダ、はい、俺たちはこうランチはこういう普通のサラダ ね、これじゃあコースなんで、ランチのコースなんでね、はい、はい、じゃあそれ召し上がって、隅々までお肉、はい、食べながら次は終わりだから。あ、でも本当食べることはできる。エールっていう感じで、なんかすごい久々に池袋まで来た。いやマジで、あれ以来か、その時以来かもしれない、池袋まで出てきたのは。それ以外で電車乗ったのは多分東松山とか、あとは野球、ライオンズとかあれかな、電車乗って、ほんと久々に電車乗って池袋まで来たの。でも、鶴ヶ島だったから40分ぐらいあるんで、ちゃんと座ってもらえるんですよ。鶴ヶ島から乗る分には効いてます。すごい美味しそう、見てこれ。これだけでもすごくない？いや、ハンバーグ。すごいね。では、すいません、こちらが海鮮焼きですね。海鮮焼き、ソースでは、はい、そうです。エビとブロッコリー、マヨネーズ炒めと、こちらが、トヤギイカのガリバターソース。うわ、絶対美味しいっすよ、陳さん。審査絶対美味しいっすよ。いやー、もう絶対美味しいと思います。どうぞ召し上がってみてください。はい、やったー。俺ね、鉄板で回転大好きなんですよ。そうだよね。このもう匂いがたまらない、このはい、エビさんからいただきたいと思います。エビさんから言ってください。はい、エビさんから。あマジうまそう、顔がプリプリや。プリプリだよね。美味しいっしょ。でも本当に本当美味しいっしょ。イカもいて、イカも間違いないからね。イカ、エビ、うん、外食は食ってたまらんし、たまらんしょ、うん、どうぞ召し上がってください。あー、はい、うまい。
白ワインのイタリアのやつを1個しゃべって。これもうまくこの料理できてると思います。ではこちらは、あと、ムニエル。はい、すいません、俺ムニエル。あ、うまそう。こちら、あのお魚がマダイです。マダイね、はい。はい、これ俺に来たムニエル、本日のムニエルってメニューがあるんで、女性にはすごくいいのかなって。マダイです。そしてこちらコースのハンバーグ、和牛黒毛和牛ハンバーグ、はい、で、さくちゃんが一番ねお得な牛すじ肉のやつと、もも肉のステーキと、これもも肉のステーキでハンバーグですね。じゃあ、まあ、ちんちゃんからちょっとハンバーグからいってみようか。はい。あ、ちんちゃんご飯ないの？ないのか。あ、まだご飯ない。あ、いや、まあいいや、とりあえずハンバーグ食べて。じゃあ、はい、じゃあいただきます。そうか、ちんちゃん、ちょっと待って、ちんちゃんはあれだ、ガーリックライスなんだよ。さくちゃんから行こう。はい。さくちゃん、じゃあ お肉、お肉はいってお肉いってほしいな、はい、お肉。じゃあ、見てください。お肉をぜひ。やっぱね、もも肉。男子たるものね、お肉を目の前にすると、なぜかワクワクしてしまう。ワクワクするよね。これが、ソースが、ね、なんだっけ。あ、忘れちゃいました、ね。塩だれ。塩だれ、あのわさび、ね、醤油系ですね。醤油系ですね、はい。はい。じゃあちょっと行ってみてください。いただきます。はい。間違いない。絶対間違いないの。いや、間違いないんだよ。お、俺知ってんだ、間違いないの。うん。肉汁がね、すごいです。お肉も柔らかい。じわじわですか。じわじわって。美味しいよね。美味しいです。ね、明日のものやっぱり肉です。よし、じゃあちょっとハンバーグ、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 ハンバーグ。はい。じゃあハンバーグいただきますよ。うん。絶対美味しいよ。どう？うわ、うわ、うわ。これはもうプワンプワンに膨らんでおります。また肉汁がすごい。はい。これね、黒毛和牛のハンバーグです。はい。ぜひぜひ。はい。で、ガーリックラッシーっていうかね、ちんちゃんは。はい。こんな感じでございます。あ、美味しそう。はい、マジ美味しそう。じゃあいただきます。はい、食べて。ワンバウンドさせて。あ、うまそう。寺門ジモンみたいになっちゃう。あー、うまい肉。うまい肉。これはもう細胞と肉汁が口の中で爆発してますよ。あ、すごい。ミーツガーですよ。うめぇ。うまいっしょ。うめぇ。ほんとね、お得なんでね、こうランチはね。夜はね、夜でほんと美味しいんですけど、あの彼女とかのデートにはね、奥さんとかのデートにはすごくいいと思ってね。ガーリックライスもちょっと行ってみてください。あ、幸せそう。サイアンドコー。サイアンドコーでございます。ちょっと俺、あのムニエル。これ多分女性に言うのかなって。本日のムニエルお魚系ですね。いいですね。おしゃれ。おしゃれですね。はい、どうぞ。わ、超うまい。うん、あれ、なんだろう、これ何のタレなんですか。あ、そう、じゃあソースだな。ウニのプリン。ウニが、あ、ウニ、ウニだ。ちょっと、もう、あと、全然美味しそう。うん、超うまいっす。じゃあね、みんな、完食しますんで、はい、完食しましょう。はい。はい、コースの、あの、果物、デザートがね、来たんで、はい、ちんちゃん、こちらですね。はい、これ何これ。これは、ダークベリーと、うん、チーズのジェラートなんだそうです。こっち側ちょっと向けた方がいい。表、なんか。あ、表がこっちなんです。あ、表こっちなんだ。そうです。はい。すげえうまそうだね。はい。はい。じゃあ、まあ、今日はですね、池袋の邪剣さんに来たんですけども、ちょっとね、周りもお客様も入られてきちゃったんで、あれなんで、ちょっとこのままエンディング迎えようと思ってるんですけども、ぜひね、本当にすごく、どうだった？美味しかったでしょ？いや、美味しかった。たまらんか。超美味しかったでしょ？はい。ね。だから、ぜひね、もしお近くの方いたら、池袋の邪剣さんに、ぜひ新宿にもね店舗あるんで、概要欄貼っときますから、ぜひねご利用いただいて、美味しい料理をね食べていただければ。ランチ本当お得ですから。夜はね、記念日とかには最高ですから、ぜひ、皆
皆さんご利用いただければなと思います。はい、この後陳太郎さんが、デザート、このデザート食べたら、完食になりますので、今日はこの辺で、はい、ぜひ池袋の邪剣さん、皆さんご利用ください。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。